皆さんこんにちは。今日はこちらのエアフライヤーを使ってすごく美味しくてヘルシーな料理をご紹介していきたいと思います。で今回作るのがこちらのささみ、こちらを使ってチキンテンダーを作っていきます。で、まあ、チキンテンダーって、まあ、ちょっと日本人にあまり馴染みがないかもしれないんですけども、まあささみカツのちょっとスパイシーバージョンみたいな感じになります。でチキンテンダー自体もエアフライヤーを使ってオイルをほぼ使わないのでかなりカロリーオフ、脂質オフできるんですけども、合わせるタレもヘルシーなもの2種類ご紹介していきたいと思います。はい、では早速作っていきます。はい、ではこちらハサミ4切れ分ですね入れています。でもう筋取りはしてありますので味付けをしていきたいと思います。まずですね、塩コショウ、普通に塩コショウをしていきます。軽く混ぜておきます。そしたらですね、調味料を別の皿で混ぜ合わせていきます。はい、ガーリックパウダーを小さじ1/2、オニオンパウダーも小さじ1/2、そしたらスモークパプリカ小さじ1入れていきます。クミンパウダーを小さじ1/2、そしたら最後にカイエンペッパーを少しだけ入れていきます。はい、こんな感じですね。これをちょっとお肉に入れる前に事前に混ぜておきます。はい、では先ほど混ぜた調味料をハサミに絡めていきます。はい、それではこんな感じで調味料をまぶすことができました。そしたら普通のカツと同じですね、卵とあとパン粉をつけていきたいと思います。今回ささみが4切れなので卵は半分ぐらいで大丈夫です。パン粉も入れていきます。オレガノを少し入れておきます。ではささみのお肉を卵につけて、衣をその上からつけて準備していきたいと思います。フライヤーをつけていきたいと思います。まずですね、余熱ですねをつけたいので、今回200度で表裏5分ずつ温めていきたいので設定しておきます。はい、はい、余熱が完了しましたのでお肉を入れていきたいと思います。このエアフライヤーすごく小さいので2枚ずつやっていきたいと思います。スプレーオイルをかけていきます。こちらの2枚に1プッシュします。はい、こんな感じです。はい、そしたら戻して、はい、5分経ちましたので一度出して表裏を変えていきたいと思います。よいしょ。またオイルを1プッシュして中に入れて再度5分温めていきます。はい、追加の5分も終わりましたので完成です。はい、完成です。これもうすごく美味しいんですよ。で残りの2つもエアフライヤーで温めていきたいと思います。あとソースですね、2種類ソースの作り方をご紹介します。
はい、ソースは脂肪ゼロのヨーグルトで作るカロリーを抑えたソースと、あとはマスタードとハニーを使って、まあ、ハニーマスタードですねを作っていきたいと思います。で、これはちょっとマヨネーズも入れるのでカロリーは高めになるんですけども、そんなにたくさんつけなければそこまで気にする必要はないかなと思います。はい、はい、ではヨーグルトソースの方から作っていきます。はい、シンプルでさっぱりしたソースになってます。はい、続いてマスタードを使ったハニーマスタードソースですね、作っていきます。マヨネーズも使います。はい、できました。はい、2種類のソースできました。カロリーがちょっと調べたんですけども、こちらのヨーグルトソースの方が全部で13キロカロリー、タンパク質が 1.3 グラムで、脂質は0で、炭水化物が2グラムです。はい、ハニーマスタードソース、こちらはカロリーハーフのマヨネーズを使った時の数値なんですけども、全部で95キロカロリーで、タンパク質 1.6 グラム、脂質 6.8 グラム、炭水化物 6.6 グラムです。なのでやっぱりこっちの方がカロリーは全然高いものになってます。もちろんこれだけじゃなくてケチャップでも美味しいと思いますし、あと白茶ソースとかも美味しいと思いますし、まあ、あの好きなものにディップして食べていただければと思います。はい、ではこれにつけて実際に食べていきます。なので盛り付けをしました。もうめちゃくちゃ美味しそうです。で、このポテトも、エアフライヤーで作りました。200度10分かなで作りました。はい、では早速食べていきたいと思います。まずは何もつけないで食べます。中がすごくしっとりしてて、でも衣のところはちゃんとザクザクしてて、もうめちゃくちゃ美味しいです。ではちょっとソースもつけていきます。すごいさっぱりしててすごく合います。ハニーマスタードにつけていきます。これも間違いなく美味しいです。でも私はヨーグルトソースの方がどっちかといえば好きです。このチキンテンダーなんですけども、一切れ、まあ、ハサミ 50g として、チキンテンダー一つが95キロカロリー、タンパク質 12g、脂質 3g、炭水化物 5g です。ソースと合わせてもかなり低カロリーなのにめちゃくちゃ美味しいんですよ。本当に本当におすすめです。で、パプリカとかそういった調味料を入れないでカツを作ることできるんですけども、これ結構いい色に焼き上がってますよね。茶色に焼き上がってるんですけども、元の調味料のパプリカパウダーとかの赤い色がこの色を出しているんですね。なので普通にカツを作ると結構白くなっちゃいます。写真載っけておきますね。見た目的に私は普通のカツよりもチキンテンダーの方が美味しそうだなって思うので、やっぱり見た目大事なんですよね。ちょっと白いカツはあまりテンションが上がらなくて、チキンテンダーみたいに元々のチキンに色をつけておくとこんな感じに美味しそうに出来上がります。なので見た目も良いし味もめちゃくちゃ美味しくて、これ本当に試してほしいなというふうに思ってます。はい、ではエアフライヤーで作るチキンテンダーとそのソースの作り方でした。この動画が良かったという人がいたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。